皆さんこんばんは、梅原ラジオの時間ですよ。絶対ね、ちょっとわざとやってる感じがありますね。さっき、いやいやいや、だって練習の時スラスラ言ってたもんね。いや、梅原ラジオの時間です。梅原ラジオの時間です。はい、はい、今日も今宵も始まりましたね。始まりましたね、はい、趣味です唯一の趣味です確かにね、はい、なんか不毛な感じがいいなと思ってます。不毛、くだらない話だけして生きていけりゃそんないいことないんですけどね、人生ってね。まあそういうわけにもいかないんだけど、今週末は、今週末はいろいろありましたか。お仕事してたって感じですかね。今週末はいや、まあまあまあって感じで、来週から忙しくなる感じですかね。いや、とりあえずシンガポールは今週末からかな。そうですね。で、来週のイギリスは俺は行かない予定ですね。ですか。はい。もうポイント的にはね、まあまあまあってところですね。まあ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 らしいですね。大丈夫らしいですよ。ほんで、で、プエルトリコと、カナダは行くと。なんか改めてね、聞くと、やっぱすごい人たちだなって思いますけどね。まあ最後の大詰めですからね。いや、まあその海外行き過ぎ問題、まあね、こんなに行ってる人本当にいないんじゃないですか、なかなか。まあ普通の仕事ではこれはないよね。貿易商とかの人、本当そうだよね。なんか別に、でもこんないろんな国行かないだろうしね。そう、でも本当になんか月3回とか4回とかね、行ったりすることあるじゃないですか。行ったりすることありますね。なんか不思議ですよね。まあでも何でもいいや、何でもありがたいです本当に。楽しかったのは何回目までですか、その海外旅行だって。やっぱ初めは思ったじゃないですか。ない、最初からない。それは1回もないです。バイエの時からないってことですか。バイエの時から、ない本当に。1回もない。だってテレビ局が一緒に。ない。え、なんで俺が行かなきゃいけないのかなって感じ。お前がの方が良かった。あ、本当に本当に本当に、あの時からそうですよ。なるほど、まあその面倒くさいっていう理由だけですか、それは。そう、その俺の方が強いんだからお前が来いよとか、そういう感じではない。まあそれもあったけど、あるんだ。まあでもまあ、そう、なるほどね。一般的にはね、やっぱりみんな楽しそうにしてますけどね、海外旅行ね。いやでも、いや半分もいないよね、正直。ゲーマーはみんな日本でいいやって感じ。まあちょっと5回目ぐらいからもう勘弁してくれって言いそうな感じはしますね、一般的には。1、2回は結構楽しいじゃないですか、初めてのことは。だからまあ人によるんじゃないですか。俺はね、1回もない。あ、そうですか。ただの一度も、どの国に対しても正直1回もないです。ごめんなさい箱根とかでやってくれたらいいのにな、って感じですか。箱根も別に面白いと思わないしね。あ、東京でいいですか。なんか東京でいいね。全部東京でいいね。なんかね、いや東京っていうかね、普段いるとこが好きなんですよ、多分。そういう人の。あ、だからアメリカに住んじゃえば多分アメリカがいいんですよ。なるほど。台湾に住んだら台湾が好きなんですよ。移動したくない。まあそれめちゃくちゃ、そう移動したくないし、なんかその普段、例えばさ、その今の生活内だと、あそこ行けばコンビニあるなって分かってるじゃないですか。でも海外とか行くと、どこにコンビニあるんだろうとかなるじゃないですかそうですね。だからあそこ行けばラーメン食えるな、でも海外行ったらラーメンねえなとか、そのね、差が嫌なんですよ。だからいる人が全部外国人になって風景とか変わるんだけど、俺の求めてる店たちは同じ位置にあるっていう、そういう変な状態だったら多分 OK。 なるほど。それは絶対外国じゃないですまあ絶対外国じゃないですよそれは OK でしょう。だから VR で景色は外国なんだけどみたいな、なるほどね、ぐらいだったらいいんですけどね。なんかやっぱ不便が多分苦手なんだね。へえ、
観光とかってしたことないわけはないじゃないですか、うん、まあ反共生とかも含めてね。これはね、あでも今言われて気づきました、はい、なぜ俺観光楽しめないのか今気づきました。あのね、観光地ですって言われた時点で唾を吐きたくなります。めんどくさそうですか観光地っていや言われてなかったら多分興味持つんですよ。ああ、うん、何この屋敷古っみたいな。なるほどね、これ住んでるやついるのかなみたいな。なるほど、この教会何これ、えこんな汚い教会ゆっくり来るやついんのとか。うん、でもまあそういうとこってまあ観光地になってないんだけど、はい、ではいはいはい、どうこのサイズでかいでしょ、はい、もう由緒正しき、はい、教会ですって言われるとうーんっていう。そうですね、まあ一貫してますね、この間の。だからほら、ね、いたこの間でしょ、うん、美しい、無自覚が美しいんですよ。 うちはいすごいよ、誰がどう見ても美しいでしょってやられるともうって感じ。用意された、うん、誰かが見つけたやつはなのかな。いやいや、うん、誰かが見つけたやつっていうかね、だって俺が一番、いやその観光地になった時点でまずその本来、例えばじゃあ何百年前に建てられました、うん、でその何百年前から一切手つかず、まあそんなわけないんだけど、老朽化しちゃうから絶対ないんだけど、とかだったら見ますよ、観光地だと言われてもおそらく見る、うん、でもむちゃくちゃ観光地用にこう綺麗になってるじゃないですか、うん、確かに。もう違うよね、それは。それは違うそれはそれはもう違うんですよ。なるほど、ね、俺の中で。だから俺は多分嫌なんだね、観光が嫌なんじゃないのね、観光地が嫌なんだね。あ、はい、多分ね、うん、なるほど。そう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 、ちょっといいなと思っても隣ですげえバシャバシャ写真撮ってたりとか、うん、なんかそういう人がバーッて集まってたりすると、うん、俺は撮らないよっていうのもある。その逆張りというか、うーん、俺は撮らないよっつうか、まあなんで撮ってんのこの人って思っちゃうことが多いね。そのなんか、まあ、そんな梅さんがさすがにこれはいいっていうのはありました、その地球上で。いやもうあの別にもう江ノ島とかで十分いいんだけどね十分感動するんだ。良さはある。いやでもね、あでもね、やっぱそのね、人工物じゃないものに関してはあの、うん、観光地ですって言われて俺もえっていうこうあれが気持ちがあっても問答無用だね。やば、本能に直刺してくるから、うん、あいつらはダイレクトパンチですから、それはねやっぱ抗いようがない、うん、だけど人工物に関してはいやもういいよいいよいいよってなっちゃう、うん、はいはいはい、分かった分かった分かったみたいな難しいですね。じゃあ梅さんをこう、うん、なんかね、あのエスコートしたり観光もてなしたいじゃないですか。例えばその、観光招待側分かりますよね、多分何度となくもてなされてきたと思うんですよね、はい、だいぶちょっとおすすめスポットあるんですけど、その時の表情はもう、うん、まあ、まあ付き合うよっていう、ありがとうねっていう、まあまあね、じゃあ自然に連れていけばいいかもしれないですね。まあ、うん、まあ、まあそうね、まあ自然というか、まあ、海、うん、海はすごいなっていう感じ。ナイアガラの滝とか、ああ見たい。あれはちょっとさすがになんか、ナイアガラの滝はね、俺が子供の時にマジでこの滝の近くには一生近寄らんとこうと思いました。まあ、わかるけど、怖すぎる。無慈悲さがすごい、無慈悲さがすごいもう絶対あそこに、なんだろう、例えばじゃあ俺が「えい」っつって、はい、そのナイアガラの滝の近くに「えい」っつってザブーンってやるじゃないですか、うん、100% ぶっ殺されるじゃないですか、滝に。確かに 100% じゃないですか。確かに、もう許してとか、あのいくら払えば許してくれるんだみたいなないじゃないですか 100% 殺されるじゃないですか。そうですね、超怖いなそれと思って、
これ言ったじゃない、交渉不可能ってめちゃくちゃ怖いって話をしたと思うんですけど、それに通ずるとんでもない恐怖を感じる。話の通じる相手じゃなさがすごい、ナイアガラの滝は。華厳の滝とか、うん、そういうとこだとまだ何か交渉の余地がいや確かにあれは別にさ規模の問題で、交渉の余地があるかなって。ナイアガラの滝はなんかね、やっぱ超なんだろう、もう地獄とかそういうのを連想する。地獄とかその神のなんかね、うん、力をなんか連想しちゃう。でかすぎて人間じゃもうどうしようもないでしょうね、俺はっていう。うん、滝壺とかちょっと怖いですよね。怖い怖い怖い、本当に近寄りたくない。でも、うん、まあ、見たらわーってなるっていう。まあ、だ遠くで見たいな。かなり遠くで見たいです。かなり遠く。100メートルとかは多分本当に怖いと思う俺。ナイアガラの滝の100メートルぐらい距離取っても、ナイアガラの滝だったらあるいはって思っちゃうから。100メートルぐらいじゃん。100メートルのこの距離をなんか飛び越えてくる何かがあるかもしれないなって思うぐらいすごい規模じゃないですか。いや、そう、多分もう行ったことないですけど、うん、多分そう。それぐらい俺恐れてます、ナイアガラの滝を。じゃあもう音とかでも音多分すごいじゃないですか。すごいでしょうね。100メートルじゃどころじゃないでしょうね。もう震え。ああ怖い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 。あれ本当怖い。なんかちょっと遠くの方で聞こえて、ああ怖い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 。ガイドがあれナイアガラだぜって言われた瞬間から、うん、上さん隣見たら震えてるでしょ。いや、まあまあどのぐらいの気持ちなんですか。1キロ先とかだったらさすがにね、あこれなんだみたいな感じになるけど。100メートルでもうなんかもうそのドドドドドドってなったら結構震えますね。確かに、まあ、あの規模で100メートルってもう至近距離みたいなもんですよね。そうそうそう、100なんてだってもうすぐだよ、すぐそこ、うん、何の話でしたっけ。確かにね、今俺月がどうですかみたいな話をいやちょっと話がもう何の話だったかな。確かにこれ、まあ、ラジオでしたよね。そうでしたね、初めでしたね、うん、じゃあとりあえず滝が怖いということで、うん、はいはいはい、よろしいでしょうか。滝が怖い、第5回なんですね、今回で梅原氏を。早いもんですね。早いもんですかね。うん、まあ、10回ぐらいやりたいなっていうのがなんかありましたけどね。あ、はいはいはい、少なくとも、まあ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 、どうなるか分かんないですけど、うん、でちょっとじゃあおはがきコーナーいいですか。あ、はいはい、はがきがね、前回3枚読みましたよね。はがきが来てるんですね。あ、来てるの、ま、ちょっと選べる、すごね、え結構な量来ちゃって、すごいっすね。なんかもうなんだそれ、うのぐらいあります。うのできるんじゃないそれ。そうですね、確かにね、うん、あのもちろんあの既存の人もいるんですけど、はい、新規の人もいて、あ、ただなんかすごい気になるのが、はい、なんかその新規の人とかみんななんか書いてあることが結構似てて。あ、そうなんですね。内容というよりはコメントをなんか載せていただくんですよ、うん、あのまあ一言、はい、それがなんか1回でも長く続いてほしいと思いますっていうコメントがすごい多いんですよ。これはだから、まあ、やっぱ俺のこのやめたっていう性格を熟知してるんでしょうね。みんなすごい怯えてるんでしょうね、うん、やめた界のもうカリスマですから、もう本当にやめたを何度してやってきたかすごい、なんかだで終わりそうなんでしょうね、多分なんか聞いてて、うん、これいつ終わってもおかしくないぞっていう、あ、なんか感じが。でもそれはいい傾向ですわ。どういうことですか。だから俺言ったじゃないですか前回、シルバーの魅力、はい、長くは続かないんだろうなと思うところに魅力を感じてしまうんですよ人間ってね。なるほど。だからこのラジオに今みんなシルバーを感じてるわけですよ。なるほど。これいつ終わってもおかしくないな、うん、だから聞こう、ありがたく聞こうみたいなね。確かに、まあ、確かにほらそのラジオっていうか、まあ、その例えばじゃあストーハイブ配信とかに比べれば、はいはい、まあ、当然その興味のある人って減るわけですよ。でその単純な数字を追い求めると、まあやめてもおかしくない、うん、まあ、いいんじゃないですか。いい傾向だと思いますよ。そう思われてるっていうのはとてもいいことですよ。確かになんかあの仲間意識がある感じもちょっとしてますね。あ、そのなるほどね、これ以上増えないから、うん、守ろうっていう雰囲気。なるほどね。そう、あんま仲間は。でもね、いや俺逆に言うと俺は幾度となくあの人気配信っていうか人気企画をやめてきてるから。確かに、ね、関係ないんですよあんまり。確かにね、うん、あんまり関係ないんですよそこは。本当に俺自身の興味の問題で、俺これ結構好きなんでこのラジオ、うん、しばらく今のところやめる気はないですけどねって言っちゃうとちょっとシルバー化しなっけどね。確かに、まあいいや。それはやっぱ
ちらつかせていきましょう、うん、いつでも。やめるぜやめるぜ。わかりました、はい、まあでじゃあおはがきいこうと思うんですけど、うん、どうしようかな。まあいくつかあって、あ面白そうだなっていうのも結構あるんですけど、一個、はい、ちょっと普通のおはがきを読みたいんですけど、はい、あどうしようかな、まあ、これ普通オタなんですよ。普通オタ、もうあのラジオネーム貧乏だるまさんが、はい、先週の話を受けて早速ハガキで感想を送るっていう。なるほど、あそれはでもちょっと興味ありますね、うんうん、こんな感じですか。梅原さん松浦さんこんばんは、はい、埼玉県ラジオネーム貧乏だるま、うんうん、前回は宝島についてのお話ありがとうございます、はい、今度しっかりコアなお話をしていただけるとのことで楽しみにしております、うん、ちなみに私も宝島ファンなのですが、はい、グレーというキャラがとても好きです。あグレーもね人気です。グレーはシルバーのようなヤクザな生き方に憧れているが、うん、どうしても敵な生き方を捨ててきれない人間の象徴に見えてしまい、とても愛着が湧きます。うん、はいはい、なるほどね。っていうハガキです。俺もね、グレーの話するの忘れてたなとは思いました。あ、そうですか。うん、グレーもめちゃくちゃいい。あのね、俺はシルバーが好きすぎて、シルバーの話ばっかしてるけど、俺はグレーとか、俺は誰々とか、全然あるんで、俺はアンダーソンが好きだとかあるんで、大丈夫です。なるほどね。うん、それぞれが、こいついいなって、まあ、その人間をこう描くっていうのがやっぱり ものすごい上手な人なんで、出崎修さんって人がね、だまあ、うん、いるよね、いいキャラがいっぱい。うん、貧乏だるまさんはすごいハガキ慣れしてるなと思いました。あ、そうですか。そのラジオを聞いて、うん、その感想をハガキに書いて送ってくるっていうのが、まあね、スピード感がどうしてって感じしますよね。うん、そのコメントをすれば良くないですか。コメントってなんですか。いやその例えばツイッチのコメントとかね、まあ見てないじゃないですか。梅さんにリプを送ったりとか。ああ、いやでもやっぱそれいい、だから読みたくなっちゃう。まあだからハガキが好きなんじゃないですか。うん、ハガキで送られてきたら読みたくなっちゃいますよね、このただの感想。まあまあまあ、ありがとうって感じしますね、うん、じゃあちょっとお題トークをいきますか。はい、ランダムでいこうかな。ちょっとねランダムでいきましょう。あ俺がまた引くんですか。はい、まあそうしましょう。またなんか動物がどうとかだったらどうしようかな。いや、それは良かったです。じゃあこれ、はい、ピコピコピコン、はい、あこれね、うん、これ俺禁断の質問なんじゃないかと思って、うん、しかも盛り上がるかどうかは謎ですけど、はいはいはい、いや、いいの引きましたね、うん、東京都ラジオネームマグマンさん、うん、私のお題は失恋です、うん、もしお二人に失恋の経験があったら、うん、どのくらい落ち込んだのか、どのように立ち直ったのかな、などお聞きしたいです。珍しくお二人だね。あでもね、なんかみんな、あそういうのあるんですね。お二人系はありますね。あ、一応ね。確かに俺失恋ってことについては聞かれたことあんまないな。し、なんか割と、うんうん、聞いちゃいけない感じある。なんかありますよね。あへえ。やっぱね、うん、恋バナしてるやつどうなのって雰囲気は、うん、俺から出てる。常に出てますね。全然そんなことないですけどね。なんか飲んでる時に、まあ、下世話なね、うん、誰々がっていう、なんか付き合ってるとかそういうのはあるけど、うん、なんか、はいはいはい、自分の恋愛観とか、うん、なんか好んで話さないし、メディアで話してこなかったんじゃないかなって感じはします。ああ、それはやっぱり俺がものすごく、うん、っていうか、まあいいですよ、じゃあ話しましょうよ、じゃあそれを。ちょっと言葉を選んだ結果、いやいやいや、うん、閉じ込めましたね、またね。いや、まあいいですよ、まあ何でもいいですよ。じゃあ、いや、そもそもその失恋の、うん、失恋の定義は、いや、そうなんですよ、まあそこから始まるだろう、うん、まあ、そこから始めちゃうんだよね、どうしてもね。めんどくさくてちょっとごめんなさいなんだけど、失恋ってなんぞや、まあ、恋を失うって書いてありますよね、うん、恋を失う、はい、その一番一般的な感じだと、うん、まあ、振られるとか、うんうんうん、まあ、あとは付き合ってた2人が、まあ、別れる、はいはいはい、それは同じ。例えばじゃあその付き合う前に、うん、その振られるのと、うん、付き合ってから振られるのは同じ。その振られた場合は、うん、一応同じ失恋なんじゃないですか。そのやっぱり付き合ってて振った方は失恋の権利ないですよね。まあね、そうですよね、うん、やっぱ振られる、まあ、そういうのもあるだろうけどね、まあ、うん、まああるだろうけど、まあ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 、うん、まさに傷ついてる側ってことだよね。
そんなイメージですよね、やっぱり、ね、基本的にはね、うん、両者傷つけば、まあ、両者失恋だし、うん、やっぱりね、あれですよね、そんなに饒舌にならなそうな、まあ、でもこれ人がいるじゃないですか、そもそも。そうなんだよ、そう、でも そうなんだ、そうなんだよね、だから面白おかしく、いや、それひどいやつがいてさっていうのがしにくいですよね。ああでもね、うん、まあ確かにな、全然俺自身は正直言うと全然話せるんですけど、全然話せますね、うん、じゃあ、まあ、じゃあこれね、やっぱやめようでもいいから、うん、ちょっといくつか聞いてもいいですか。はい、じゃその深く話すかどうかは任せますけど、うん、まずね、じゃあ告白したことってありますか。何回もありますよ。あ、俺はあのそこら辺はすげえ、もうなんだろうな、うーん、足を直角に90度に上げて振り下ろすぐらいのストレートボールしか投げないです。あ、もうまどろっこしいこととかは、カーブがもうね、いや、てか俺カーブを投げてるやつはマジで死ねって思う。どういうこと。早く死ねって思う。絡めてみたいなことってことですか。うん、あのどうせ無理だから。あ、無理だし、あ、死ねってそういうことですか、ね、うん、そう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 、あの玉砕しろっていう意味ですね。うん、まあそういう意味で言ってないけど、まあ、でもまあまあそういう意味でもいいよ。あ、そういうことにしておきましょう、うん、はい、そうそう、いや本当にそれ。なるほどね、うん、っていうかね、そのお前から来いよは本当に卑劣感だと思ってるんですよ。いや、関心がないならいいよ。関心がないならしょうがないじゃないですか。それはしょうがないよね。なるほどね。別に、あ、全然関心ないなっていう時に、うん、それを駆け引きと取られたら困るけど、うん、そうじゃないのに、自分に気があるのに、ワンチャン向こうから来るかもしれないなを期待するしたことはない。梅さんの人生に。ない、ないです。そんな卑劣感ではないです。その卑劣感、卑劣感っていう言葉もね、全然適切じゃないこと分かって使ってるんですけど、まあちょっと、まあいいじゃない、まあまあまあ、まあ、卑劣感ですね。卑劣感を擁護するなら、はい、まあ、シチュエーションによると思うんですよね。その例えば友達同士ですごい楽しい関係がある、うん、あ、はい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 、でこれ崩れるのやと思って、うん、はいはいはい、それはでも分かるじゃないですか。まあ俺はいないけどね。ああ、そうですか。女友達がいたことないから分かんないけど、あ、まあ女友達っていうか、その何その例えば、まあ、雀荘とかで同じ従業員で女とかはいたよ、うん、で普通に喋ったりするってのはいたけど、まあ、それを女友達って言ったら女友達だけど、ああ、そうか、うん、でも基本的に女友達がいないからかもしんないけど、うん、そう、なるほどね。なんかでもで、しかもね、俺ね、はっきり言って見てって思うんですけどね、見ると思うんだけど、駆け引きしてるやつらは全員損してます、結局。うーん、結局損してるんですよ、俺の目から見てると。成就してないんですよ。で、後からなんかその聞く感想としては、いやー、そこで男らしく来てくれれば行ったのにとかっていう話結構聞くんですよ、後から。あるで、俺その時思うわけですよ。だよなって、そりゃそうだよなって、うん、そこでなんかやっぱりお前から来いよっつって、うん、カモンカモンってやってんのはマジで俺は愚行だなっていう思います、うん、まずそっからじゃないですか。なるほどね、うん、まずそれをやめることからだと思いますけどね。なんかすごいいいっすね。なんか卑劣感に対するアドバイスになってます。いや、マジで舐めてんなって感じ。そのだって人間、俺ね、これは男と女だから言ってんじゃなくて、一、はい、人の人間が一人の人間だ、そこ一対一じゃないですか、完全に一対一じゃないですか、うんうん、そのなんだろうな、 50% の力で何とかしようと思うなよって思うんですよ、うん、全力で行けよ、全力で、だって一人の人間に勝つには一人の人間が全力出さなきゃダメじゃないですか、うん、別にその腕相撲しようっていうわけじゃないんだから、うん、その人の人生なわけでしょ、まあ今日大げさに言うとよ、はい、大げさに言うと一人の人生と向き合うわけだから、そこは全力で行こうよって、リバスピーリバスピーで行こうよっていう。ジャクソニー連打じゃダメよねっていう。あ、じゃあ今後、うん、ウメガエルがリバスピーしてたら、うん、あ、
人生かけてるな。まあ、それはちょっと違うんだけどね。違うんだ。そこはね、違うでしょ。絶対違うと思う。そこは違うんだけど、もうですよ。でもそういうことっすよ。なるほど。サマー打てよ。なるほどね、うん。覚悟が足りないぞ。俺は本当に、いやまあでもこれね、俺ね、結局何が言いたいかっていうと、まあ、恋愛の話に過去つけて、そういう、まあ駆け引きする、人間関係で駆け引きするのが嫌だっていうことを言いたいんですよ。なるほどね。そう、なんかその一般論っぽいかもしれないですけど、うん、なんか付き合うって結構奇妙じゃないですか、うん、まあ奇妙だよね。奇妙だと思うんですよ、ね、俺。あ、でもその感覚わかりますよ。奇妙奇妙奇妙っていうか、何それって感じ。何それって別に、いや分かるんだけど、なんか超曖昧なあれだなっていう。なんかまあ契約みたいな感じじゃないですか。全然契約でも何でもないですけどね。でも一応約束事として、あなたとお付き合いするってことは他の人のは切りますよっていうのがまあ前提として、はいはい、ね、一応まあ題目としてはある、はい、うん、なんかだから結構奇妙だけど、俺結構初めてそこで人間と接する感じがありましたね。あ、 100% でぶつかり合うというか。あ、なんか友達って結構、ね、あ、まあそうっすよね。軍がいるから、うん、なんか別にこいつと喧嘩しても、うん、まあ、まあまあそうっすね、とかなんかいろんな関係性で仲良かったりするけど、うん、なんか付き合うでいきなり、まあ、まあ重要キャラになりますよね、なんか自分の中で。なんか 100% 俺の責任っていうかね、うん、発言に影響出るなみたいな感じで、うん、なんかそこでやっぱ成長するっていうのはすごい分かるなって感じしますよね。そうね、うん、確かに、うん、か重要、自分にとって重要な人に言われた言葉ってやっぱりある程度考えさせられるもんね、うん、そのどうでもいいやつに言われるようにさ、うん、だからいいことなんでしょうね、その、うん、人間としてこう幅が出てくるとか成長するとかっていうことに関して言うと、うん、いいことなんでしょうね。やっぱじゃあ失恋で何か得たことはあるんですかね。だから俺、うん、ありまくりでしょうね、それはもちろん。なるほど、うん、なんかあのドキュメンタリー化された質問あ、まあありましたね、あるという噂をね、はいはいはい、あんな経験ってなかなかね、まあ、あれはちょっとまあ面白いよね、まあうん、あれは面白いんだけど、まあ、経験あんまりないじゃないですか。そのドキュメンタリー化されないと思うんですよ、なかなか。これはでも、ね、基本的にそう、ね、あ、これ待って、これどういうふうに言葉にすればいいかな、うん、自分にショックなことがあった時にどう捉えるかってかなりその後の人生左右すると思うんですね、うん、何が言いたいかっていうと、はい、じゃあまあ振られましあ、じゃあまあ好きなやつができました、はい、仮にね、うん、でまあじゃあそれを伝えました、はい、ダメでした、うん、っていう時に自分を守るのか、あ、俺ってそっか、それに全然魅力がないんだなとか、うん、っていうふうに要するに、まあ、反省する、顧みる、の2つのパターンがあると思うんですよ。で、前者は変わんないんですよ、人間として。うん、だって、俺は間違ってない。で、間違ってない俺を好きじゃないあいつがおかしいっていう話になるじゃないですか。うん、はい、で、後者は変わるんですよ。変わるっていうか、考える。何がいけないんだ、何が足んないんだろう。で、俺は後者なんですよ。自分にショックなことがあった時ってのは必ず自分のせいにすることにしてるから、うん、だからこれはね、でもね、麻雀の師匠から教わったんだよね。へ、こういう考え方っていうのは、まあもともとその気はあったんだけど、そう、うん、まあ、それはね、別にあの麻雀に関する考え方で、なんだろう、直接それを言われたわけじゃないんだけど、なんだ、自分に都合のいいことがあったらラッキーだと思え、なんて運が良かったんだろうって思うようにしろ、うん、で自分にとって悪いことが起きたら自分は実力がないと思え、うん、っていうふうに言われて、すごくいい考え方だなって思って、うん、でそれはね、結構なんかね、癖づいてるんですよ、その考え方は。自分に悪いことがあった時はもちろん愚痴を言いたくなる時ありますよ、こんな不幸なだけじゃねえかって愚痴を言いたくなる時あるんだけど、でもちょっと冷静になった後に、いや、でもこれは結局自分の実力が足らないんだな、まあ、もう万事においてはそう思うようにしてます。反省する時間があれば必ずそういう風な心の動きに変わる。だからその人間関係というか、その男女でもそう、うん、ダメなことがあった時は全部自分のせいって思うようにしてます。だから変わるよね、嫌でも。
そのでも変わるっていうのがやっぱ梅さんの一番すごいところ だと思うんですよね。 でもなんか単純にそこに蓋するって超怖くないですか、人生で。俺超やべえ怖いなと思うんですよ。例えばその誰か誰でもいいっすわ、もうじゃあ、まあ、誰でもいいや言い過ぎなんだけど、じゃあまあいや、とある人に、うん、お前は超ダメなやつだって、まあでもどうでもいいやつに言われたらさすがにどうでもいいけども、でもまあそういうこと言われた時にそれを毎回無視するって 怖くないですか。とんでもない人生になっちゃうんじゃないかなって恐怖がなんかあるんですよ、常に。だってその人の言ってること本当かもしれないっていうかね、すごく有益な話かもしれない、ちゃんと聞かなきゃいけない話なのかもしれないのに、なんかその傷つくのが嫌だとか、一時的なね、一時的に傷つくのが嫌だから、はい、いい、俺は間違ってない、あいつの言ってることおかしいっていう風にするのって怖いなと思いますけどね、うん、だから変わるっていうか、怖いから、怖がりだから怖え怖えと思って言うことを一応自分の中でなんか考える、どういうことなのかなみたいな、うん、なるほど。確かになんかすごい、それは成長するわって感じしますね。成長してるのかわかんないですけど、その女性に関して成長し、あ、どうなんだろうな。でも10代の頃とかすごそうですけどね。何ですか、梅さん。なんか、まあ、俺のイメージはなんかわがままそう、やっぱりそういうのに対して、女性と。あ、俺、うん、いや、なんか来ないんだったらもういいよっつってバーンみたいな。いや、それはないね、普通に。まだ俺不損なイメージを引きずってる。全然感じかもしれない。全然若い時は全然壇上のインタビューの映像しか知らないんで。いや、壇上のインタビューは違うじゃないですか。まあでもなんかああいう人だったのかな昔はっていう感じですよね。その知らないから、若い時の。まあね、まあでもそういう考え方です。ずっとそう。なるほど、うん。まあ、じゃあ失恋はすごいしたし、なんかそのへこみます。へこむよ。なんかへこんだ思い出とかあります。いや、別に等しくへこみますよ。なんかへこみすぎてこれやったみたいなとかあります。まあこれやったっつうのはまあもう思い浮かばないけど、うん、結構なんか旅行に行っちゃう人とか。あ、旅行とかはないな。女の子だったら髪の毛切ったりとか。ああ、なんか結構意味不明な行動。あ、でもね、あ、じゃあそれで言うと頑張る、すごく頑張ること、頑張り出すね。ああ、うん、それは分かりやすいですね、梅さんっぽいですね。うん、だ、要するに足りない、人間として足りてないんだなって思うから、うん、頑張る、いろいろ。なんかやっぱ逆境好きですもんね。好き、逆境好きなんですよね。だからまあそういうことがあると頑張る。ワンちゃん逆境が欲しくて、それはないか、さすがにと思うんですけど、でも、うん、だいぶ追い込まれた時にワクワクしてる顔を見るんですよね。ああ、俺はそうですね、多分ね。でも、うん、まあそうですね、まあ、そういう性格なんですよね。まあそのだから、まあ、恋愛観、失恋、何でしたっけ話は。まあでも失恋の経験があったらどれくらい落ち込んだのか、どのように立ち回ったのか、まあ、立ち直ったのか。なんでまあまあでも今、いや、まあでも頑張る、うん、が足んないんだなと思って頑張る、自分を磨くってことですね。そう、まあでもね、本当にポジティブ。そうだから、そういうこともあってとっとと行けよって思うんですよ。いや、もうマジでタイムアップになってるやつらとかいるじゃないですかマジで愚かだなって思うのがタイムアップになるのってマジでアホで、なんでかっていうと、反省できないんですよ。だってもしかしたらいけたかもしれないって思っちゃうでしょ。でも行ってダメだったら、 KO されたら考えるじゃないですか。あ、 KO されちゃった、じゃあ 何がいけなかったのかなって考えるのに、タイムオーバーになっちゃったら、もしかしたら自分間違ってなかったかもって思う余地があるじゃないですか。だからダメなんですよ絶対。いや、でも人は傷つきたくないんでしょうね、
あ、うん、それは重要度が低いんだろうね。そこまでして、なるほど、そこまでしてその自分がいいなって思う人をどうにかしようって気がないんだろうね。うーん、うん、なるほど、ってことだよね。そうでしょ、重要度の問題だと思いますわ。確かにそう、うん、俺も重要じゃないことでは傷つきたくないから、やっぱり重要じゃない、だからそのうん、そうね、なるほどね、確かに人と付き合うには、うん、一人だけ安全ゾーンでやってちゃダメだってことですね。裸一貫飛び込んで初めて得られる、まあそうね、まあそうそう、サマス打てよって。なるほどなるほど、分かりました、分かりました。今後はなんかサマス打てよってことで、メガエロみたいなじゃあ、ありがとうございました、はい、よかったですね、はい、これ、はい、もう1枚ぐらい言っておきますか。何でもいいですよ、何でもいいですよ、何でもいいです。37結構すぐ終わるからね。確かに、うん、まあいいんじゃないですか、もう1枚いきましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。俺が引くんですか。はい、これにしようかな、これ、はい、なんとなく、なるほどこれはまた、埼玉県ラジオネーム貧乏だるまさんまた貧乏だるま、はがき職人、ああ、まあまあまあ、当たる可能性が高い貧乏だるま引く可能性が高いということね。梅原さん、松浦さん、こんばんは、いつも楽しく拝聴しております。私がお二人に話してほしいテーマは漫画です。はい、お二人の生涯ベストの作品は何ですか。あまりに思い出深すぎて人に追いそれと勧めたくないレベルのものもできればお願いします。そんな漫画あるかい、勧めるわ。で、貧乏だるまさんのおすすめは、うん、笑いの怪物という漫画が私の中でおすすめなので、よろしければ。知らないな。これ聞いたこともないですね。ないですね。かなり自分も漫画読んでると思うんですけど。はいはい、知らないそれは。ただ漫画の話は、うん、結構そこかしこでしてますよね、梅さんね。そうね。うん。うん、だからこれがベストって難しいよね。決めるのが、だからその部門別1位とかになっちゃうじゃないですか、やっぱね。じゃあ繰り返し読んだ回数が一番多い漫画何なのとかってなったら分かりやすいじゃないですか。うーん、繰り返し読んだ回数だから。でもそれじゃないと分かんないよね、逆にね。なんか梅さんが一番影響を受けたっていう言い方だったらじゃあどうですか。それまで分かんないじゃないですか。分かんないじゃないですかっつうか、まあよくよく考えれば、記憶のあれを全部引っ張り出してよくよく考えれば分かるかもしれないけど、うん、普通に考えたら分かんないよね。今俺がパッて言ってなんか浮かんだと思うんですよ、うん、それは何でしたっけ作品が。いやー、天かな。天面白いなって思ったけど、でもなんかそれはやっぱ子供の時に読んだから面白いなって思って、いや天がつまんないとかじゃなくって、いやでもいやなんかいろいろあるけどな。あと例えば、シティハンターとかね。あ、いやでもここに入るんだっていう感想ですよ今俺は。うん、いやなんか、いやだからもう、いやキリないよって話。そのシティハンターに特別思い入れがあるとかじゃなくて、ああそうか、キリないよねって。シティハンターとかも影響を受けてるはずだし、一番は決められない、決めらんないね。ちょっとやっぱ読んでるあれが多いから、だから部門別とかになるよね、どうしたって。なんかその読んだ時期子供の頃だったからさっき言ったじゃないですか、うん、それってでもそもそも物事に対してめちゃめちゃどうしようもなく影響しちゃうじゃないですか、子供の頃はね。というか読んだ順番。あ、はいはいはい、そうね。なんで、まあ、それも加味してやっぱりその一番いいっていうのをやっぱ出すんですよね、子供の頃だからとかっていうよりはやっぱり。いやでもなんで、なんだろうな。でも天って逆に言ってなかったと思うんですよね、梅さん多分。いや、なんか浮かんだ漫画なんですかって言われたから言っただけで。でもやっぱりそれは
影響を受けたのかな。いやでもね多分そんな受けてないんですよね。あ、そうですか。うん、なんだろうな、うん、漫画に関してはやっぱ一番とかっていう感じでは、うん、何遍も言うけど、うん、部門別になっちゃう。じゃあちょっと部門別で出してみます。部門別の出し方が何だろう。え、だってじゃあ逆に聞きますけど何ですか。じゃあ俺こういう時は多分大の大冒険って答え。あ、そうなんだへえ、そうなんだ。なんか大の大冒険なんだ。あの漫画の倫理観が、倫理観、自分を形成してる気がします。アバン先生のですか。まあ、力なき正義はみたいな。ポップですね。ポップなんだ。大の大冒険ってそんなにありましたっけ。俺ね、うん、梅さんに何回かこの話してると思うんですけど、大がいいって、うん、でも毎回へーってニュアンスで終わってるんです。大の大冒険、そうだから別にもういいです、それは別にいいんですけど、やっぱなんか何って聞かれたら、ジョジョとかてか、ドラゴンボールって開ける人いないじゃないですか、うん、こういう時に。でも、うん、でも影響を受けてないもんね多分。あ、でもあ、そういうこと、うん、影響を受けてないと思うな。でも一番夢中になった作品は、いや、それはドラゴンボールだと思いますよ。でもなんか逆に上げないでしょうね。だランキングした時に結構低い、そのドラゴンボールは上げなくてもいいじゃないっていう、うん、あ、ごめんなさい、じゃあ影響を受けた漫画、うん、あったでも俺これ前配信で言ってるわ。うん、なんですか。キャプテン。ああ、めちゃくちゃ影響を受けましたね。へえ、あの漫画でこれが努力するってことなんだなっていうのを、要するに言葉じゃ分かんないから、努力って何、努力っていう言葉は知ってたけど、うん、具体的に努力ってどういうもんなのっていう。例えば、俺泳げなかったから、青森だったから、はい、そのプールとか入れないんですよ。水温がある程度の一定の高さないと水温プール足りないじゃないですか、子供の時って、うん、覚えてます、そういうのあったの。夏でもですか。夏でもね、達しないことが多いんですよ、青森まで行くとね。でプールの授業は少ないし、だ泳げる人が少ないんですよ、うん、東京に比べて。その代わりスキーとかできるやつ多いんだけど、うん、で東京来たらみんな泳げるからびっくりしちゃって俺、でうちの親父に、なんかみんな泳げて恥ずかしいっつって。うちの親父元々東京だし結構泳ぐの得意だから、お教えてやるよっつって息継ぎとか教わってクロールなんとか 25m 泳げるようになったので、その時に例えばじゃあ努力したじゃないですか、うん、あとはじゃあ自転車乗る時に誰でも練習しますよね、うん、でまあ努力ってあれ、そういう些細な努力はしました。例えば二重跳びできるようにしなきゃいけないとかで、うん、些細な努力はしたけど、でもこれでいいのかなみたいな、これがそのこれと、まあ、努力なんだろうけど、そのよくその言われる人生に、ね、置いてるの大事な努力ってこれでいいのかなみたいな、ぼんやりとあって、うん、でもその具体的なこう例とかを示してくれるあれがないから、うーんと思ってたら、そのキャプテンっていう漫画読んで、あ、これが努力かみたいなね。そのやっぱリアルじゃないです か悟空とかも努力してるけど、もうそのあまりにも現実とかけ離れすぎててピンとこないんですよ。なるほど、確かにそうですね、まあ、あれも努力なんだけどね、亀の甲羅を背負ってうんたらかんたらってのは努力なんだけど、ちょっとやっぱピンとこなかったんですよ。でそのに比べてキャプテンは一応人型っていうかね、現実のあれだから、そう、まあ、キャプテンですね。それで言うと影響受けたっていうことで言うとね、うん、なるほど、うん、かな。またそれ読んでないですね、俺不勉強っすね。なんかまあね、まあいいよいいよ。でもやっぱり古いのが好きなんですかね。いや全然、いや私のも読んでますけど、うん、なんか結構古い作品に梅さんがグッとくるのは多いんじゃないかなって気します。古い漫画にグッとくる漫画が多いだけですね。最近の漫画も全然読みますけど、なんだろうな、あのね、まああんま具体的な名前出さないですけど、俺やっぱね、あのね、厳しい言い方すると全然人間観察してこなかったんだなって思う人が書いてる漫画はつまんないね、俺は。悪いけど、人間ってここでこんなこと言わねえじゃんとか、あとは、なんかこいつの言葉なんか嘘くせえなとか、大事なシーンなのに出てくる言葉が薄っぺらいと、あ、こいつは人とあんまりちゃんと向き合ってこなかったんじゃないのって、絵ばっかり描いてたんじゃないのって思っちゃう。そうするとね、あんまりやっぱね、
まあその人間を描く人間ドラマが一切ない漫画だったら別に全然いいんだけど、うんうん、まあそうじゃないんだったら俺はやっぱり面白いと思わないね。そうね。だから別にそれは今も昔も別に分けてないですよ。うん、なるほど。まあたまたまそう。でもそれはなんか理由はありそうですけどね。昔は。だからほらよくね言われることとして、はい、最初っていろんなそのなんつうのそれなんていうんだろうな。例えばじゃあ漫画って今より昔より今の方が絵は上手いよね。めちゃくちゃ上手い。絶対上手いよね。絵は上手いし。まあ、技術は上がっていってると思うんだけど、うん、うーん多分例えばじゃあその昔の漫画家っていうのは多分漫画一直線で来てなかったんじゃないのとか思っちゃうわけ。何でもいいんだけど別にじゃあ俳優でもいいし、なんか映画の世界でもいいし漫画でもいいし何でもいいや。テレビの人たちもそう芸人とかもそうだと思うんだけどなんかいろいろあってで芸人ですとか、うん、でその子供の頃から一直線で目指してきてる方が、うん、その道にはこう特化した技術を身につけるとは思うんだけど、その分何か失うものもあるよね、うん、なんか人間見ねえなとかさってことってあると思うんですよ。やっぱどうしても人生って時間限られてるからどれにリソース割くのかって考えた時に絵を描くことにものすごく時間使っちゃってたらやっぱりそのこうなかなかいろんな人と触れ合う機会ないだろうしさ、まあ、その分絵がうまいからいいんだけど、うん、で例えばじゃあ漫画がすごい好きで、まあ、子供の頃から漫画めちゃめちゃ読みました、うん、でよく言うのがさほら漫画を読んで漫画を描くのは良くないっていうでしょ、うん、多分ゲームも同じでゲームをやってゲームを作るって良くないんですよ、うん、だって見たことのあるものしかないからよその世界から得たその知識やそういう発想をゲームとかその漫画に落とし込むから面白いんじゃん新鮮なんじゃんと思うけど、うん、漫画しか読んでこなくって漫画描いたってそれは俺ら漫画好きだからいやこの漫画のこれってどこどこの漫画のあのセリフだよなとか、うん、あのシーンの真似だよねとかあのストーリーの真似だよねってなっちゃうからなんか新しさがなくてつまんないじゃないですか。うん、だからやっぱその全然漫画家目指してなかった人が、まあ、それも絵とか下手なのかもしれないけど、うん、いきなり漫画描きましたっていう方がなんか漫画いっぱい読んできた側っていうか奴らにとっては新鮮なものつくんじゃないのとは思いますよね、うんうん、まあもちろん例外はいるでしょうけど確かに漫画がありすぎてちっちゃい頃から漫画大好きで漫画家になるっていう、うん、普通ですもんね我々の感じからしたら、ね、そうその環境からしたら確かに好きだった漫画を描きたくなっちゃうっていう。うん、だからそれだとね、なんか、まあ、本人は、まあ、それがやりたくてやってるのは分かるんだけど、うん、読者の立場からすると、まあ、もうそれみんな、もう、それはもういいやっていう、うん、何回も見たわ、そのパターンみたいなふうに思っちゃうわね、うん、まあ、さっきね、ちょうど話した失恋とか、もう多分、必要な経験ですもんね、そう、漫画の中でいっぱい失恋シーン見ても、うん、あこんな感じかみたいなのがね、やっぱ実際に。うん、人生経験が豊かな漫画の方が好きってことですかね。まあ俺はね、うんうん、俺はそう思っちゃう。だからいやこの漫画設定がすごいんですよとか言われて、うん、へーっつってで俺も設定好きだから読むんだけど、あなるほど設定凝ってる、うん、面白いと思ってても、うん、出てくるキャラクターのセリフがチープだとなえる、うん、うわ何これここでこんなこと言うわけねえじゃんって思っちゃって、うん、もうダメ入っていけない世界に、うん、やっぱりあの物語の道具になっちゃってるとね、そうそのここまでここのこのストーリーまでやっつけたいっていう作者のなんかその手段と化してるっていう、ただの手段になっちゃってるキャラクターたちがね、っていうのはあんま面白いと思えないね。あの自分ミステリーが好きで、うん、まあ、結構見てたんですけど、うん、もう大概嘘でしょって行動取りますもんね。俺はこの部屋にはいられないって言って、俺は殺人鬼が必要。俺でも俺あのテンプレ結構好きなんですよ。あのミステリーのあのテンプレは好きなんですよ。お前まあ、ホラーとかもそうなんですけど、いやお前絶対死ぬじゃんそれっていうその行動。この状況でお前この山道一人で下るってバカでしょ。絶対襲われるじゃんって思うんだけど好きです。そのテンプレはなんか好きなんですよ。うん、もうなんか様式美まで行ってる、ね、そうそう、てかね初めから多分そこで楽します、まあ、そこはもういいじゃんっていうか
そこで工夫する気ないよねっていう感じがあるんで、それは全然いいんですけどね。だってホラーってぶっちゃけヒューマンドラマ性いらないじゃないですか。確かに。マジでキャラクターなんて俺は薄くていいと思うんですよ。ただその、うん、ホラーっていうかその怖がらせてくるやつにはすげえストーリーはある必要だという気はするんですけどね。なるほど。そうそうそう。でも怖がる方はもう誰でもいいじゃないですか。うん。うん、と俺は思っちゃってるんだけどね。なんかでもあれですね、漫画はいくらでもいけそうっすね。なんかそれこそじゃあそのベストと話で言ったら、ね、じゃあその影響を受けたのはじゃあキャプテン、うん、多分ね。でじゃあ、まあ、影響というか勉強になったかな、うん、一番面白かったとかね、シンプルに。面白いは難しいけど、ただもう本当にこれはあの俺の性格からすると悔しいことなんだけど、はい、なぜかというとみんながみんな多くの人が挙げるから悔しいんだけど、スラムダンクはさすがに面白い、うん、ごめんごめん俺もうちょっとさすがに面白い、尖ったやつを本当は言いたかった、言いたい、お前らこんな漫画知らねえだろうやりたいんだけど、さすがに面白くないですかあれ。スラムダンクでもバカでしょあれ、あれはあの漫画はスラムダンクでもしばらく読んでないもう一回読みたいですね。あれ俺でもね、あれ最初ねあの連載で読んでたんですよ、はい、ジャンプで、はいはいはい、で全然好きじゃなかったの。わかる、わかるで。実は今日のトークテーマにそれが入ってたんですよ。なんですか。その話したかったんですよね、うんうん、まあまああの一気読みっていう話をしたくて。ああなるほど、はいはいはい。いやでもすごいわかります。そう、スラムダンク全然入ってこなくて、はいはいはい、今どうなってんのみたいな、はいはいはい、でなんかでもなんかクラスのみんなが面白いとか言ってるから、うん、え本当にみたいななんか絵が上手いからじゃないのみたいな感じで、うん、全然よくなんかその、ま、しばらくだから10年ぐらいスラムダンク読み終わってから10年ぐらい俺の中のベストはスラムダンクだなみたいな意見を超聞かされて、はい、何言ってんのこいつらみたいな感じだったんですけど、だからもうすげえ後になってから読み返した時にあ全然あこれを言ってたのかみたいな感じで、連載の時は全然何とも思わなかったな。まあやっぱちょっとスローすぎるんでしょうね、その1試合を何ヶ月もやったり、うん、忘れちゃう忘れちゃう、なんか序盤であいつが言ったの伏線とかも分かんないですよ、分かんない分かんない分かんない、あれ確かに単行本で読んだ時の破壊力はすごいすごいね、うん、でね あとね当時やっぱこうまあネタバレっていうか、まあ、あまりにも有名な作品だから言ってもいいと思うんですけどいいと思います、ね、最後にレイアップだったじゃないですか。ああなるほど。でスラムダンクっていう漫画のタイトルなのにレイアップなのっていう、何その肩透かし感とか思っちゃって、行けよバゴンってみたいな、なんで主人公が大技決めないのって。だってドラゴンボールだったらあんなに時間かけて、なんならもう3週にわたってカメハメハを唱えてるわけですよ。確かに確かに。ね、で大の大冒険だってピカーンって光ってドラゴニックオーラっつってアバンストラッシュじゃないですかね。えそうです。てかどんな漫画もそうじゃないですか、うん、決め技があって。なのになんでこの漫画の主人公はこのでかい図体してこのレイアップなのとかって当時は思ってました。うん、うん、まあ後から読み返したらもう全然ごめんなさいって感じだったんだけど、あと俺それ気づいてなかったっすわ。何が最後レイアップって確かに。なんで。いや確かにって感じですわ。レイアップじゃないですか。いやそうですけど、うん、そこスラムダンクだろっていうことですよね。いやだってタイトル、いやで俺いつスラムダンクすんのかなって思ってたんですよ。なるほどなるほど。はあ確かに気づいてなかったね。これいつスラムダンクすんのって最後なのかなって思ったんですよ。この漫画の最後にスラムダンクなのかなと思ったら最後はレイアップなんですよ。びっくりしましたよ俺。なるほど、うまい、うまいっすね。うまいってことなんじゃないですか、つまり。うまいっちゅうか、いやまあ、うん、まあ別、まあ、まあまあまあ、だから別タイトル関係ないって話なんだけど、まあ、そういうことだ。いや、まあそうか。であとほらあれ、まあ、ちょっとそれに関係ないんですけど、あのキャプテン翼の昔のオープニングでいつか決めるぜ、ミラクルシュートだから なんとかシュートってあった、覚えてます、歌の歌詞。あの歌詞はなかなかエキセントリックでした、ね、そう、なんかいつか決めるぜ。何シュートでしたっけね。ミラクルシュートじゃない、違う、わかんないんだけど、違うかな。確かそんなような名前なんですよ、はい、で俺ずっとそれでいつ翼はそのミラクルシュート打つのかなと思ってたんですよ。まあでも確かにいつか決めるぜ。でもミラクルって別にそういうことじゃないから、かミラクルシュ、ミラクルシュートに、え、稲妻シュート、あ、稲妻、え、いつか決めるぜ稲妻シュート、え、
稲妻シュートは稲妻シュートでなかったっけ。稲妻シュートはないですね。雷獣シュート。あ、そっか。じゃあいつか決めるぜ。稲妻シュートか。稲妻シュート。あ、じゃあ稲妻シュートでいいや。あ、じゃあその稲妻シュートだとなんかいつか決めてくれそうじゃないですか。確かに固有の技っぽい。そうそう、いつか決めるぜ稲妻シュートって、いや、いつやんのと思ったら終わっちゃったんですよ漫画が。確かに。っていうのはまああったねっていう、クソどうでもいい話なんですけど。クソどうでもいい話ですけど。確かにね。そう。っていうのは期待しちゃうってのあるよね。期待しちゃうってのあるよね。漫画のタイトルがなんちゃらソードとかなんちゃらの剣だったのに、主人公の武器が斧だったらいつ剣にすんのかなって思うじゃないですか。でそのまま終わったら、おい、主人公の武器斧じゃんみたいな。それはやっぱり膝を叩きたいんですか、うん、最終回で伏線回収するやつとか、うん、すごいいいじゃないですか。ちょっと 、ね、俺さっき大の大冒険って言ったんですけど、うん、大人向きな回答だと寄生獣になるんですよ。あ、寄生獣ね。で、あれ、あ、まあ、あれも面白いよね。タイトルの伏線回収もいいじゃないですか、うん、タイトルの伏線回収ネタバレになるんですか。あ、市長が最後になんか死ぬんですよ。広川でしたっけ。そう、最後じゃないですよね。まあまあ市長の最後、うん、でその際に講演会みたいなのをこうなんかやってる時に、うん、いや人間どもが寄生獣だって言うっていう、はい、そのお前らこそが寄生獣だって言うっていうので、うんうん、えってなるっていうあのなんか感じがやっぱりあれはでもあれは多分すごい好きですね。 そこなんですね。ベスト5。そこなんだ。まあいや、その伏線回収っていう意味だとね。あ、まあまあまあ、タイトルの、うん、あれはそうですね。寄生獣は良かった。寄生獣も、うん、まあいい、面白かったですよね。うん、そんな感じですか。他にでもだからちょっと漠然としちゃならやっぱね、このね、漫画はね、そうね、あんまりそう、こう絞ってくんないと逆に喋りづらいなとは思っちゃうよね。泣いたりしたことあります、漫画ね。うん、だからスラムダンクだよね。あとね、 あとね、あれ、頑張れ元気だね。ああ、うん、読めた。いや別に、なんかね、勧めしたい感じではない。いやいやいや、勧めたいんだけど、意外とそれで読んで、いや、わかる。なんかね、え、そうで、そんなでもなかったなって言われるから、うん、じゃあもういいやって感じ。そう、大事なやつなんか雑に勧めたくないですよね。それはありますね。うん、なんかでもね、好きなんですよ、うん、頑張れ元気は、うん、それも読んでないな、なんか。でも漫画で泣くってまずないね。なるほど。まずないね。だ、例えばね、聞き方としてはさ、例えばじゃあどのキャラが一番好きですかね、か どれが一番影響を受けましたか、うん、一番鳥肌立ったシーンどれですかとかさ、そのちゃんとやっぱそのある程度、うん、いや絞ってくれってわけじゃないんだけど、絞んないと喋りづらいよなっていう、うん、なんかこう好きって言われても難しいなと思っちゃうけどね。うん、うん、まあ、でも本当に好きなんでしょうね、漫画自体がって感じしますよね。あ、俺だからいっぱいあるっていうか。そう、ね、意外とね、変なところで俺ね、うわって思うんですよね、うん、うわこのシーン好きみたいな、うん、秀丸があの塾着上げるとことかすごい好きなんですよ。男塾わかんないでしょ。わかんないよな多分な。いや、男塾で秀丸が300キロだったかな、300キロぐらいあるその鉄の鋼鉄のなんかその塾機、どでけえ塾機を上げるっていうシーンがあるんですけど、うん、なんか持ち上がんないですよ当然ながら、はい、だって超持ちづらいし、うん、そんなもん300キロを上に上げるだけでも大変なのに、300キロをこの根もこの先っちょから持って上げるって、うん、実際の重さ300キロどころじゃなくなってるはずなんですよ、うん、だって一番先っちょ上げるの超大変なんで、うん、でしょ。300キロのある棒をこう持ち上げるって超大変じゃないですか。そのバーベルの300キロのバーベル上げるだけでも人間技じゃないのに、はいはい、だけどそのシーンで秀丸が持ち上げるんですけど、うん、その、ね、時にね、もうね、なんかもうなんかいろいろ破けて鼻血とかバーン出て、うん、持ち上げるんですけど、まあまあ鼻血出てた。いや、なんかね、超どうでもいいですよマジで。多分ね、超どうでもいいシーンなんですけど、多分あの作者としても多分超どうでもいいシーンなんですよ。こんなシーンどうでもいいよねって思ってんだけど、俺なんか好きなんですよ、その秀丸が頑張ったっていうところ。なんかあの漫画ってそういう描写だらけじゃないですか。なんか
そう人間で橋作ったりあのだってあの見さらせこれが富樫源氏のど根性じゃっていう時大体鼻血出ますからねでふんどしで助かったりしてるやつ、ね、うんそうそうそう、まあ、でもね漫画はね、うん、あれかもしれないですねだからちょっと漫画マニア賢治さんとか、ね、漫画ねなんかそういう人にちょっと任せたいですね漫画トーク今度また別でやりたいですね、うん、漫画トーク、うんうん、そうですねじゃあとりあえず漫画っていうのは、はい、はいはいすいません、まあ、またね機会まあ漫画好きなんで、はい、また、そうですね、まだ、また機会を改めてという感じかな梅さんは漫画は多分いくらでも出そうですねそれで、うん、確かにテーマ絞りこれでもう12時ですよ早いね今日あっという間だなはがきで終わっちゃいましたねあっという間やな1時間ちょっとだからね、うんじゃあとりあえずは1個だけ消化しますかせっかくなんでああそうしましょうかうんまあ1個ぐらいねさっきの、うん、じゃあ特典もこちらなんですけど一気読みはやっちゃったよねこれでもね、うん、これちょっと聞きたいんですじゃあ一気でいいですかああ一気なんかどっちがいいのっていうことですねあどっちがいいの一気の反対は、うん、なんですかチビチビでいいですかこれ何漫画に関係なくいや漫画に関係なく漫画って一気読みがさっきの話だと、うん、一気読みでグイグイ引き込まれたってなるけど、まあ、絶対一気読みの方がいいと思うんだけどねただ、うん、毎週毎週の感じを、うんまあ、我々ジャンプ世代はワクワクしっぱなしだったじゃないですか、うん、そうね来週のドラゴンボールどうなんのやばくない、うん、っていうあの話題して、うん、あれも楽しみの部分ですよねそうね漫画ってそれはそうですね、うんうん、ってなるとこの一気おわちびちびは結構いろんなとこでいろいろありそうだなと思ってうーん漫画ね漫画に関して、まあ、漫画に関してはどうですかね漫画はもうねきつい学習はあそんな元気ないあれだから若者特権ですかあれはうーんそうね例えばアニメとかも、うん、アニメもう見なくなっちゃったね、まあ、失礼ながらだもう終わってない漫画はもう読めない、まあ、読めないっていうかもう、うん、読めないねあ、まあ、アニメもそうだけど、ね、来週どうなるんだろうっていうのがきつくなっちゃったねうん、うん、時間がすげえ無限の人の楽しみかもしれないですね時間が無限っていうかなんか一気に読みたくなっちゃった、うん、そっちの方がそっちの方がうん面白いな気がしてるねでもあのワクワクが残るっていうのもあるからな、まあ、難しいねなんかその多分梅さん結構作品独立して楽しめる人だと思うんですよなんかその例えば流行りの歌好きな人って流行ってるから好きだったりするじゃないですか、あ、はいはい、それってやっぱり楽しんでるじゃないですかその街で流れてる感じとか、はいはい、友達とやっぱコミュニティを通して好きになったりしますよねさっきのドラゴンボールとかってなんか見たから始まって、うん、来週なんかクリリン死んだっぽいんだけどみたいな話が、はいはい、やっぱね何回も家帰って読み返しちゃったりとかして、うんうん、やっぱなんかちょっと作品と別の部分で楽しんでるとこもあるなって感じしますよね、うん、そうね、うん、確かになんかその作品は一気見の方がいい、うん、映画とかって俺2本見たらすごい損した気持ちになっちゃう日本とか見ます？飛行機とかで映画とか見ます？海外長い。ああ見ますよ。なんか1本目ところてんみたいに出ちゃいません？あそういうことね。うんなんかすごい損した気持ち。ああ。なんか寝る前に今日見た映画面白かったなってちょっと思ったりとかして、うん、なんかこう定着すると思うんですよ。面白かった思い出とかが。うん。なんか2本とか3本とかちょっとあのいや本当に俺飛行機で見た時の。あなんかこんな雑な食べ方しない方だったらって思っちゃう。なるほど。まあ分かる、分かるけど、でもまあ気力があれば見ちゃうからね。でも一気の方がいい。でもそれは一気とは違くないですか。一つの作品。まあそうか。うん。だって映画そのものが一気だから。まあそうだけどなんかこう1日2個は俺の中で。それはなんか俺の中で一気の定義とちょっと違うんだな。いやだからちびちびの方がいいなってことなんですよね。うん。あでもそんなことないですか。独立してればいい。まあそうそうそう、独立してればいいかなっていう。例えばなんか好きな飯屋発見するじゃないですか。うん、それ結構濃すぎます。うん。そうね。なんか濃すったら
消費が激しくなるの分かってるじゃないですか。ああそうだね。だけど、うん、年にとかにしとくかってやることで割とこう10年スパンで見て戦ってる。でもなんかそれなんかね目的なんなのかなと思っちゃうんですよ。いいじゃんって思っちゃうんですよね。終わってあ次行くでいいじゃんってことですか。次行くでいいし、もっと言うと3年後ぐらいにまた食うから、消費してもね。なるほど。仮に消費しても食うから、うん、なるほどね。そう、そうかそうか。だそれはいいんですよね。でもこれでなんかそのどっち派って言えるものじゃないですかね。一気終わっちまちまってお酒の飲み方とか。例えばいやでも性格は出ると思いますよ。どっちかっつったらじゃあ一気ですかね。物事ってこと、うん、まあ、もうでも典型的ですね。典型的は一気派。もう典型的、典型的、もう、はい、もう、まあすごいすごい勢いで一気派。最初の告白の話からしてね、うん、あそう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 ですもんね。そうそう、自分そのなんかじっくりコトコトっていう感じの考えはないし、生もんだからね。それに関して言うとね、恋愛はね、別にそれ以外のことは別に変わんない。だって映画は逃げないでしょ、漫画も逃げないでしょ。でも相手人間だったらね、それは変わっちゃうから、それはなんか悠長に構えてる場合じゃないと俺は思うけどね。それはまあいいんだけどさ。まあなんかそうですね、まあでもどっちがどっちって感じでもないですね。これでもこういうラジオコンテンツ今やってるじゃないですか、うん、これ結構一気聞きすることが多かったですね。やっぱそのポッドキャストとかで、ああ人の方がってこと、うん、なんか100話分あるぞって言って、はいはいはい、なんか梅原ジもそうなのかなって。今こうやって毎週楽しんで、うん、ひっそりやってますけど、ひっそりやってるのを楽しんでくれてる人は、うん、まあ、また来週だっていう楽しみじゃないですか。そうね、来週はどんな話がみたいな、うん、まあね、なんかアーカイブで、ね、聞いてる人はもう一気聞きの方がいいっていうのもありますよね。まあでもこれはストーリーじゃないからな、別に。まあ確かに続きが気になるって感じじゃないから、まあこれは別に各週でいいと思うけど、まあ、じゃあ一気派でそれはね、失恋の話つながったっていうことでなんかいや話したかった割にはあんまりなんか あんまなさそうですね。いやいや、一気おわちびちびに何かあるかなと。いや一気おわちびちび、いやでも一気ですね、一気派ですね。まあ一気派ってことでいいっすわ。もういやそういうのも必要です。いい、うん、はい、ちょうどいいんじゃないですか、この時間にする話としては。じゃあ8分エンディングいきますか。はいはい、はい、じゃあこれ、Give me a grateful day. これ毎回音でかいと思うんですけど、うん、なんでなんですか。調整不足ですねそうなんだまあだったらいいっす、だったらいいっすってのも変だけど、だったらいいっす。流しますよって言ってやった方がいい。いや、じゃなくて音でかいなっていう単純に、うん、いいんじゃないですか、まあ、ちょっと許していただいて。あ、じゃあ、あれですね、来週はで、まずその俺目線だと来週シンガポールじゃないですか、うん、俺目線からすると来週シンガポールっすね、シンガポール帰りっすねってぐらい、もうすげえでかいイベントなわけですよ。ああ CM は行く人がいるとしてもね、ヌミさんからすると今週とそんなに変わんない感じですよ、多分ね。そのいや今週は日本にいたけど、うん、来週は海外にいるんだなぐらいの、うん、全然ビッグイベントじゃないってことですよね。まあそうなっちゃってるね、うん、まあ、そう海外に行く、まあ、大会はね、まあ、大きいと思いますけど、海外に行くっていうこと自体が、ね、うん、すごいことだな。うん、でもなんか正直プロ1年目とかの人はそうじゃないかもしれないけど、うん、3年ぐらいやってたら多分まあみんな俺に近いものあると思うよ。うん、まあそうか、そのまあまだポイント確定しないとかだったらすげえ必死になるとは思うんだけど、そうじゃなければ、まあ、これぐらいの感じなんじゃないのって思う、みんな。うん、そうっすね、まあ、多分確かに、うん、だって持たないからね、その毎回毎回気合い入れっぱなしって無理だから。まあ最後のカプコンカップに向けて、うん、みんなもちろん最終調整はするんだろうけど、道中はまあこんなもんじゃないの、うんうん、観光はしないと。観光、うん、そうね、シンガポールって
マーライオンじゃないですか。マーライオンぐらい、マーライオン撮ってきてもらってもいいですか、写真に。うん、どうですか、そういうミッションを与えられたらちょっとマーライオンは、マーライオンって何がすごいんですか。いやー、それは禁句なんじゃないですかね多分、うん、いやそんなに大きくないって聞いたことありますよ。あ、いやてかね、そもそもな、まあ、ものですよ、建物っていうか建物、なんですか、マーライオンっていうのは普通にモニュメントっていうか、その多分芸術作品、そう芸術作品だと思います。それ、まあ、噴水みたいな、それは、ね、すごいんですか。いやだからまあ、いやその、いやいやいや、すごいんだと思うんだけども、なんなんですか、何がすごいんですか。多分行けば分かるんじゃないですか、自分の目で確かめろ案件うん、何がすごいんだろうな、それ。なんかでも、うん、そういうものいっぱいあるじゃないですか、スフィンクスとかマーライオンとか。スフィンクスはすごさが分かる、でかいし、やっぱ行ってもないのにやっぱ評価するのは、ちょちょちょ、悪いとかじゃなくて、何がすごいのかな、疑問。いや行ったら分かるんじゃないですか、うん、えっつって。行かなきゃ分かんないんですか、そのしょぼさとかも含めて。もし仮にしょぼかったとしたら、うん、あ、こんな感じとかも、なんかまあでもやっぱすごい、すごさが分かるんじゃないかな。すごいか知らないですけど、マーライオンの何がすごいんだろうな。マーライオンそんなに絶対遠いよみたいなこと言ってる人あんまいないんで。でも確かにシンガポールといえば、まあ、観光名所、マーライオンですよね。やっぱり顔なんじゃないですか、ハチ公像とか。あ、そんな感じ。うん、でもあれだって、ハチ公もだってあれだけ言われたら別にって感じだもんね。うん、でもやっぱなんか俺が海外の人だったら、なんか 見に行っちゃいそうですもん。あ、これが有名なみたいな、そういう感じ。なんで有名なんだろうなと思っちゃうね、多分俺が外人だったら。ハチ公はマーライオンの写真だけじゃお願いしても面白いツイート期待してもいいですか。まあまあ時間があれば、うん、結構ねタイトなスケジュールで今回。あ、そうですか、うん、金曜行って月曜帰りとかだから結構近いですか、シンガポール。うーん、でも言う、まあアジアだからね、5、6時間。いや、でも5、6時間か。でも近いね、6時間はもうひとっ飛びって感じ。あ、そうですか、うん、そんな感覚か。海外っていうか、そのアメリカとか行くとやっぱ10からみたいな感じでしょ、10からスタートみたいな感じで、やっぱ13とかあるから、全然普通に13とかあるから、13ぐらいまで行くと長えなって思うけど、6はもう本当にあっという間だね。確かに何か時差的なこともなしでね、できますもんね。そうそうそう、6はもう全然余裕。なるほど、じゃあまあいい試合をねしてきてください。すごい、まあね、雑な感じですけど、まあ、そうですね。こんな感じですか。全然いいですね、はい、じゃあ来週もありますか、上原城は。全然ありますよ、はい。で、再三言ってんですけど、はい、あの BCB はまたちょっとエンジンがかかり始めたんで。言いますね、それ。なんか、なんか宣言していきます。いや、これは正直本当にそういうつもりでいるし、実際動いてんですけど、うん、俺自身が面倒くさがらないようにしてます、今こうやって言うことで。排水の陣を、排水の陣、面倒くさがんなよっていう。なるほど、うん、言っちゃったぞ、言っちゃってるぞ、ね、言っちゃってるぞっていう、こんなに言っちゃってるぞっていうことで。正直ね、その何か新しいことしよう、新しいっていうか何かやろうとするとエネルギー使うじゃないですか、うん、で正直ね、あ、面倒くせって思うんですよ。やっぱめんどくせってなるんですけど、うん、でも言っとけばやるじゃん、言っとけばやるでしょ。なるべくね、嘘つきたくないですもんね、うん、そうそうそう、うん、ってことです。今後の BCB に、 BCB がちゃんとしてくれないと多分ラジオは続けられない感じの空気が。まあなんか本業しっかりしてないのに。そうです、こんな趣味をね。そうね、あいつ趣味ばっかやってんなって言われたら、うん、なんか頑張んなきゃいけなくなるじゃないですか、このラジオ。分かんない。いや、このラジオはこのラジオ一生これでいいと思うんですけど、まあ、でもね、いや、なんかその他がね、おさなりだったら、まあ、そうね、なんか数字を求められたりしても困るんで、うん、でもなんならもうどんどん下がっていけばいいと思ってます。そうですね、あの、うん、先民ですよね、選ばれてふるいにかけられてって、うん、そうね、最終的にはもう決められたはがきのメンバーだけでもなるっていう、うん、まあ我々が楽しければいいんじゃないですかね、うん、じゃあまた来週ということで、来週火曜日ですね、はい、じゃあ、はい、わかりました。今日はお疲れ様でした。さよなら、はい、また来週、はい。
Awesome.